次に足の加工を行います。足の加工にはこういった順が必要になってきます。これをあらかじめ製材してた木に当てると、ここはちょうど41度になるように設計しています。その41度という角度をこの角度定規にセッティングします。それからここの角度をまず切っていきます。それが終わったらこの足先のカットを行います。次にこの足の支柱に収まる補助加工を行います。この補助加工には7度の角度をつけて、ちょうど断面がこのように両側倒れているような加工を行います。これをこの支柱に下からスライドすることによって強度を保つことができます。この方法をスライドダブテールと言いまして、伝統的な工法になります。次に足をすっきり見せるためにテーパー状の加工を施します。上の部分は厚み20ミリ、下の部分は18ミリに加工します。そのためにこの2つのジグが必要になってきます。まずはこのジグにはめて1ミリカットします。その次にこれを裏返しにしまして2ミリのカットを行います。そうすることによって1ミリ1ミリ削れてテーパー状に加工ができます。